これで十分かな。ルーザーは？さあな。お前と一緒のはずだろう。ああ、さっきまではな。でもどっか行っちまった。おい、スキッツォ、どういうこと。話せ。あいつはウイスキーのボトルを持って家に帰るとか抜かしてた。お前、あいつを止めようともしなかっただろう。いや、止めたさ。でもお前だって分かってんだろ。あいつはもう終わってんだ。はい、皆さんこんばんは。それではデイズゴーンですね、続きやっていきます。一日の仕事を終えてスキッドと一緒に帰ってくるはずのブーザーが帰ってきておりません。酒持ってどっかに行っちゃったそうです。非常に心配ですね。今回はですね、ブーザーのメインヒロインの回でございます。リッキー、いるか。どうかしたの。ブーザーが出てったっきり戻ってない。嘘でしょ。探しに行くの。手伝おうか。いや、大丈夫だ。まあちょっと心配ですよね。もう終わってるとか言われてましたからね。ブーザーいるか。ブーザー。ああ、お前ディークか。ここにいるぜ。どこにいる。暗くなってきたぞ。どこって。農場っぽいな。農場にいる。ったく、動くなよ。今行く。ここにいりゃいいんだな。ああ、了解だ。楽勝だぜ、俺は。農場に。マクドナルドおじいさんの。敷地は。さあ、では、ブーザーが働いている農場に着きました。よし、農場に着いた。ここのどっかにいてくれよ。ブーザー聞こえるか、ブーザー。よし、ここだな。おい、お前たち。おい、ブーザーは。あ、ちょっとずれちゃった。もう帰ったんだろ。今日の作業は終わったからな。いや、まだいる。腕が片方ないやつだ。ああ、あいつか。あいつなら農家の方に向かった。一人で歩いてったぜ。やつを見たらここにいるよう言って、俺かリッキーに連絡くれ。ああ、わかった。農場ではなく農家の方に向かったそうです。酒を飲んだまま酔っ払ってるんで、だいぶ正確性に欠けるみたいですね。ただだいぶ日も沈んできました。このままだと、夜だとフリーガーがね、街を徘徊し始めるので非常に危険です。しかも今の状態のブーザーだとね、命を落としかねない。ここかな。ブーザー、聞こえるか。ウイスキーの瓶を持ってたってスキッツォが言ってたな。あいつならどこでウイスキーを飲む。どっかの家の中とか。私なら家の中ですね。使えそうだ。この辺に死んでる野党は私がこの間徘徊中に殺した奴らです。よし、きっとここだな。徘徊中って、ここですね。お邪魔します。おい、ブーザー、いるのか。いや、いないか。これはきっとあいつのブーツの跡だ。お、ここにいたんだな。酒瓶があります。ウイスキーボトル。体。待て、これはビールのケースか。酒を飲んでフラフラと どこかに向かった跡がありますね。よし、そしたらなんか変な声聞こえるでしょ。外から変な歌声が。はい、新しい敵スクリーマーですね。叫び声を上げて、敵を
スオーマンを呼び寄せるやつ。あれに変えよう。ちなみに今あの納屋で爆発したのはあそこに以前地雷を仕掛けておいたままだったので偶然ですけど今爆発しましたね。はい、ここにこの間来た時に地雷仕掛けといたんだよね。ムービー中でもちゃんと反応するんだね。はい、というわけで、今後はねこのスクリーマーというそのサブ警備声を上げ て、敵を呼び寄せる敵が出てきますと。ちょっと見ます。際どい格好してますけど。あで、こいつの特徴としては呼び寄せるだけではなく近距離で叫び声を食らってしまうとリーコンのスタミナが全部なくなってしまうと。なんで走れなくなっちゃうという恐ろしい、追加効果もあります。バイクからも確か落っこちるかもしれないね、近距離食らうと。よし、ビール瓶からだ。あっちだな、チキシュン。こんな物騒な通り帰ろうとしてんのか。ブーザーブーザー。よーディーク調子はどうだ。お前農場にいるって言ってたよな。なのにいなかったぞ。どういうことだ。まあどうそれは。ああそれちげえぞ。俺が言ったのはもう一つの農場だ。なんやか何かな。実はビールを見つけてな。でそいつを飲みながら散歩でもしようと思ってな。そうだ夕日でも見ながらよ。であれだ、もう一つの農場までな。じいさんの農場でいやいやいや楽勝。ダグブーザー何やってんだ。もう一つの農場こちらですね。調べるか。ビールを飲んでるね。またビール瓶か。体跡がある。ダグ納屋にいねえじゃねえか。あの野郎、さては農家と間違いやがったな。ったく。ブーザー、ブーザーいるのか。おいブーザー。お、足跡あるね。上の階か。ったく、一体どこだ。ここも寝室か。ビールとなんか嘔吐物が。さてと、ああこいつはなんだ。そしてこっちにもビール瓶。ベッドが濡れてる。知りたくもねえ。ブーザーどこにいる。ブーザーディーク今どこにいんだよ。一緒にビールを飲むんじゃねえのか。ブーザーおいどこにいるんだ。周りに何があるか教えてくれ。何でもいい。目印になるものは。ああそれならさっき教えたろ。おう、あれ見ろ。何を見ろって、ブーザー。何がある。道路だ、道路が。なんだこりゃ、変だな。消えちまってる。よくわからねえが、誰かが来て、プシュ掃除したみてえに。道路が消えてる。そうだ、まるで誰かが来て、さっとすくい上げたみてえによ。すげえ。歩いて、俺は歩いて、で気づけば道がなくなってた。おいどこへ行く気だブーザー。家だ。俺が行くのは上さ。とにかくそこにいろ。じっとしてるんだ。人目につかないようにして俺を待て。今行く。俺は隠れたりしねえよ。家に帰るんだ。リーク家にな。酔っ払いはじっとしていない。一瞬でどっかに行っちゃいましたね。ブーザーが言ってたのはどこだ。まだ、なんだ。またビール瓶か。これだ。さて。いいぞ。このペースで歩いてって、一瞬でいなくなるとは。間違いない。さてと、
ちゃんとフリーカーを殺してってんのかな、これ。足跡だ、こっちだな。連れ帰るにはバイクがいる。よし、ちょっと道は悪いですけども。ブーザー聞いてるか。お前の後をたどって近くまで来たぞ。教わった通りにな。ブーザー頼むからじっとしてろよ。本当酔っ払いってね、じっとしてないからね。現実でもこうですから、ね、勝手にどっか行っちゃうんですよね。さ、すっごい道が悪いですけども、あ、見えてきましたね、人影が。よし、いた。こんな時間に散歩か。でえか、調子はどうだ。どこに行くんだ。いいさ、俺は帰るんだ。オリアリーさんには戻れないぞ。オリアリーなんかじゃねえ、フェアウェルに帰る。くそ、ほら戻るぞ。でも止めるな。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてえのか。来いよ。そうか、そうかよ。これで終わりは。早く逃げろ。いや、そうはいかねえ。なあブーザー、だろ。ディーグ、ブーザー、お前の嫁が死んだ夜、俺はなんて言った。なあ覚えてるか。死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて、俺はなんて言った。お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲んだ。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか。ちくしょう、さっさと行くぞ。早く行け。分かってる。おお、来てる来てる。急げよ。ここでもすごく運転しづらいんですよ、ね、車の残骸が。分かってる。ブーザー、スクールバス、スクールバスだ。分かってる。俺も昔はあんなバスに乗ってた。ああ、そいつはすごいな、ブーザー。おもう酔っ払いの介護は大変ですね。で、向こうからも大量のサフリーカーだ。見えてるっつってんだろ。ちょうど夜になるんでね、フリーカーたちが外に出てくる時間なんですね。一番危険な時間でした。あと一歩遅かったらブーさんは助からなかったですよね。もう大丈夫だろう。なんとかなったな。ああだな、俺には分かってたぜ。あーな、ディグ、たく、なんだブーさん。いや、ただ言っておきたかったんだ。ありがとう、本当にだ。ブーザー。ああ。おい、いいから黙って聞いとけ。おめえはこんな俺を見捨てずに助けに来た。またな。恩に着るぜ。借りができた。いや、それは逆だ。俺の方がいいか。お前がいなかったら、俺はとっくに死んでたか。もっとひでえことになってた。死ぬより大丈夫よ。ひでえことはねえんじゃなかったか。ああ、間違ってた。大丈夫か。そうだな。今すぐベッドで横になりて。ちょっと早かったですね、今ね、終わるのは。はい、というわけで無事なんとかブーザーを連れ戻すことに成功しました。マジで今回ブーザーヒロイン会でございます。いや、リッキー、頼みがあるんだが。どうしたの、ディーコ。ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろう。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか。ちょっと待った。手貸して。どうも。つまり。ああごめんね。で、つまりナイフがついた。
義手を作ってほしいってことでいいの？ああ、そのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの？いや、別にそういうんじゃないが。からかってるだけだよ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい？わかった。それじゃ。まったく世話がかかりますね。それでは、ブーザーを喜ばせるために、パーツの部品を取りに行きますが、それまでにリッキーのからの連絡を待ちますと。まあ連絡を待つとも走ってる間に多分連絡来ると思うので、パーツがある場所を先に予想して、まあもう決まってるんですけどね、オリオンホークに向かいましょう。デーコン、仕事があるぞ。あ、来ましたね。よーマイク、どんな？リッキーからブーザーのためのリストを渡されてな。それで連絡した。リッキーはどこだ？よくわからんが、アディとなんかやってる。とにかく、アヤメッキした金属のパイプにカーボン合金の狩猟用ナイフ、それにいくらかの鉄くず。お前、このリストの内容が何なのかわかるか？いや、どうだかな。俺もよくわからないじゃあな。よし、なんだっけ、ナイフと金属のパイプと鉄くずか。リッキーのやつ、金属のパイプっつっても何でもいいわけじゃないだろうしな。建築現場でも当たってみるか。ああ、待てよ。そういやマリオンホークスに建築中の家があった。あそこなら何かあるかもしれない。はい、ということで、アイアンマイクの方から通信が入りまして、ブーザーの部品ですねが、パイプとナイフですね。よマイク、ああ、奴らのことはもう心配しなくていい。最近増えてないか、野党やドリフター絡みの事件が。お前のことじゃないがな。聞く。それは気にしなくていいが、確かに最近増えてるな。前にあんたが言ってたように、カリフォルニアから観光客が流れてきてんじゃねえか。俺だったら南よりこっちの方に来たいと思うしな。あっ、野党、野党の襲撃だ。痛え。どこだ？そうだな。ちょっと、マイクちょっと待って。じゃあ後でな、ディーコン。そんな待ち伏せかい、チキチュ。これで一人減ったぞ。二人で攻めてきたのかっぽいな。ブーザー、いるか？いるぜ、仕事が終わった。バケツいっぱいのクソを運ばされたぜ。マジかよ、スキッツの野郎。ああ、また外に出てえな。ほんとよ。おめえは、まだネロの後を追って、ヘリと鬼ごっこしてんの？ああ。どうだ、サラのこと何か分かったか？これなら直せる。いや、何も。いいように使われてるだけじゃねえか。いや、違うって。調べるには時間がいるだろう。とにかくあんま期待はしない方がいい。じゃあな。マリオンホークというのは以前にリサがね、リサちゃんが隠れ住んでた場所です。で、その建築現場っていうのも以前リサが住んでた家の隣ですね。作りかけの家があったと思うんですが、当たるかもしれん。危ない危ない。そちらに行きましょう。宿の声がしたような気がするな。ディーコン、リッキーだよ。こっち寄れる？ああ、どうせ仕事があるんだろう。ああ、行くよ。じゃあな。忙しいね。残りの巣は後で燃やせばいい。いや、巣はもうないんだけどね。どこだ。さあ、ここです。建築中のところですね。さてさて、これかな。これだな。これでいい。さあ、続いてナイフですね。ナイフはどこにある？待てよ、スポーツ用品店はどこだったっけ？
こっちですね。ここだ。さてと、じゃあナイフはどこだ。ナイフは調べてみるか。さてと、なんだこいつは。よし、鉱石をたどります。さて、調べるか。首だけ落ちてる。分かったぞ。ほらよ、ありましたね、ナイフ。あったぞ。そしてヘツクズはどこだ。あとスクラップ1個必要ですね。で、この辺の適当に車から拝借しましょう。あ、乗っちゃった。よし、これで大丈夫です。さあ、キャンプに戻ってきました。待て、やつは問題ない。開けろ。ではリッキーに部品を渡して、ブーザーのすごい吹いてきたね。めちゃくちゃ吹雪いてきたけど大丈夫か。よう、リーコ、頼まれた部品を持ってきたぞ。ありがとう。じゃあ完成させるからまた後で来て。そのリッキー、ありがとう。いいって、ブーザーは仲間だし。はい、ってことで部品は無事渡しました。そしたら、完成を待ちましょう。調子はどうだ。よし、任せて。で、完成はね、多分すぐ完成すると思うんですよね。なんか、あ、バッグをでかくしよう。他にはタンクもでかくできますね。いい仕上がりになるぜ。ちょっとお金ないので一旦ここまでにしといて。あのね、銃は、あ、でもどうだったかな。銃はどうだったかな。あら、お気に入りが来たわ。ブレア、店の調子はどうだ。ショットガンの、まあ、返金はできないからね。サブウェポン、そしてこれが高い連射力ですね。で、これが使い勝手がいい。こっちにしてみようか。いいんじゃない。このね、連続して2発連続で撃てるショットガンも強いんですけども、ショットガンはこっちで十分なので、これを持っていきましょう。ね、いろんな武器使ってみたいよね。また来てよね。そしたらリッキーが超有能なら出てすぐに完成するはずです。リコいる？ブーザーの義手ができたよ。でしょ？今アディがブーザーを探しに行ってる。滑る滑る。すごいな。わかった、今からそっちに向かう。ね、すごいでしょ。一瞬でできるんだよ。にしてもすごい雪降ったな。なかなかこう雪降ることないんですけどね。誰か門に来た。レアな天気ですね。ロストレイクでも雪降るんだ。はい、では完成した義手をブーザーにつけてみましょう。そこの折り目を、ああ、こっちに。分かった、よし、これで固定するね。ああ、いい感じだ。オッケー。おい、見ろよ、リッキーが作ってくれたんだ。いや、活かしてんだろ。実はこれ最高だな、ブーザー。おい、なんか俺スーパーヒーローになったみてえだな。薬いいな、それ。おい、危ねえ。ちょっと待て、ブーザー。もしかしたらやばいアイディアだったかもね。そう、はい、まあ、塞ぎ込んでいたブーザーが少し元気になったのもいいですし、まあ、もともと人間兵器だったブーザーがさらに兵器っぽくなりましたね。はい、まあ、でも思いやりでね、彼には伝わったかと思います。さあ、今回はブーザーサービス会です。どんどんブーザーをね、
いたわってあげましょう。では次のミッション行きましょう。今回はそこまでやっちゃいます。セントジョン、聞こえるか？こちらオブライアン。待ってろ。オブライアン、いい加減うんざりしてきたぞ。情報は？あ、それはあることはあるけど。さっさと言え。最後にもう一度頼まれてほしい。俺が言ってたこと聞いてたか？いい加減にしろ。最後だ。そしたら直接会って情報を教える。断る。彼女のミドルネーム、アイリーンだろ。サラ、アイリーン、見てか、申請用紙に書いてあったんだ。これで最後だぞ。約束する。座標送った。また後で。すごいのはムービー中に雪が溶けたことですよね。ムービー中に雪降ってて、もう溶けてます。よよ、なんだ、急ぎのようか。ああ、前に話したオブライアンっていうネロ野郎のことを覚えてるか？何か情報をつかんだらしいんだが、最後にもう一仕事しなくちゃならない。そうか。お前も来いよ。おう。いや、やめとく。スキズに野良仕事を押し付けられてよ。サボるとめんどくせえんだ。やつはほっとけ。後で俺が送ってやる。久しぶりにヘリ見たいだろ。見つかったらおめえのせいだぞ。どうせ気にしないくせによ。さあ、では久々にお二人でお出かけです。ちょっとずつ調子が戻ってきてるみたいですね。ふさぎ込んでたですけど、まあ相棒という言葉でね。どこ行くんだ？信頼も。メラクワコの方だ。知ってるか？ローグトンネルのすぐ北のワルドロードの近くだろ。なんでそこに？ネロのヘリがそこに向かってるんだ。奴らが何をやってるか、オブライアンが探ってほしいんだと。で、オブライアンってのは何者だ？おめえのボスか？ダチ？違う。たく、ブーザー。お前知ってて聞いてるだろ。ふん、別に。おめえがパシリにされてんのが珍しくてね。そんなんじゃねえ。ブザーなんかマジ可愛いですよね。最近どうだ？可愛いですよね、ほんと。悪くねえ。手がいい方だろ。畑で草取りすんのも慣れてきたしな。ガキの頃を思い出す。アイダホ近くのエイドリアンって町でおじきの農場を手伝ってた。夏はビートの手入れをしてな。おじきのオンボロバイクを借りて乗り方を覚えた。お前意外と農場暮らしが合ってるのかもな。着いたら近くにいろよ。何があっても。あ、見つからないようにしろ。あいつらすぐ撃ってくる。ああ、分かったよ。目立たずに黙って殺されないようにするさ。連れてきてくれてありがとな。運転もできねえが、やっぱ外はいいもんだ。ああ。よし、では調査をしましょう。いつも通りです。地球エリアを確保してくれ。よし、離れるな。待機してる。任せとけ。なんか久しぶりだな。ね、ブーザーと一緒にお出かけて久しぶりですよね。あそこだ。おお、まさかあんなのがまだ。飛んでるとは。よく見てろ。最初は兵士が着陸地点を抑える。次に気取ったやつが調査員だか科学者が出てきて周りを見始めるんだ。問題ない。何のために？問題ない。研究、科学的ななんかだろ。俺が知るか。ずっと見張ってたんだろ。よし、では行ってきます。待ってろ。分かった。
あそこに接近したいね。なあ、そいつはなんだ？知りたい？よし、教えてあげよう。フンのサンプルを採取してる。つまり、クソか？クソだ。フリーカーの？ああ、そう。ってことは、フリーカーのクソを集めるためにこんな人里離れた場所まで？その通り。そうか、よくわかった。フィールドノート2102、分析のため採取したフンはゾーン234B から。そこにグレイトニアペルフォリアーター通名。それはマイナーズレタスの存在を邪魔をしないでくれ。他に西洋ネズの実、つまりジュニパーベリーや。それで何がわかる？何がわかるって、これはフリーカーが人間や仲間以外も食べてるって証拠だ。ヤスらはベリー、植物、草、針葉樹、何でも食べてることになる。僕らと同じように雑食である上に、人間よりはるかに多様なセルロースを消化できる。ああ、なるほど。それがどうした？僕たちを食べ尽くしたとしても、奴らが飢えることはない。フリーカーがすぐ絶滅することはないわけだ。くそ、厄介だな。ああ、厄介だ。終わったぞ。ブーザー、バイクに戻るぞ。やばいですよね。フリーカーたちは人間を食う以外でもいろんなものを食えるということが分かりました。つまり、彼らが飢えることはありません。人間を食い尽くしてもこの世界に君臨し続けるわけですね。とても勝ち目がない感じがしますね。まあ聞けば聞くほど絶望的だとは思います。とりあえずブーさんのところに戻りましょう。よこしょ。こんな遠回りしなくても大丈夫でしょうけどね。まあ、リスクは避けようか。無線の声聞こえたか？ひでえ話だ。税金使ってフリーカーのクソ集めしてんのかよ。言ったろ、奴らの行動は意味不明なんだ。近くに奴らの基地があんのかもしんねえ。後つけたか？ああ、だがいつも山を越えて南へ消えちまう。それに道路が塞がってて追いつけやしない。たく怪しいな。と捕まえて問い詰めてやりて。ああ。どこに向かってんだ？いい質問だ。オブライアン、いるか？応答しろ。セント・ジョン、終わったか？ああ、終わった。どこで会うんだ？まさかそんなに早く終わるとは。今から座標を送るけど、僕はもう少しかかりそうだ。じゃあまた。だが、誰のためにやってると思ってんだ？なあ、おめえの言う通り、嫌味っぽい野郎だな。さて、ではサラの情報をもらうためにオブライアンと待ち合わせをします。いよいよサラのね、所在というかね、どうなったのかは分かります。ドキドキしますね。ここで待ってろ。連れがいたらオブライアンが緊張する。じゃあバイクを見とくぜ。これ以上ネロに関わりたくねえしな。うん、後でな。オブライアンはサラのミドルネームを知ってた。何を掴んだ？でも生きてるわけない。いや、でもオブライアンは生きてた。だったらサラも。期待が高まりますね。いたぞ。よう。びっくりするだろ。それで？言っとくけど、あまりいい知らせじゃない。やっと記録を調べてくれる人を見つけた。僕らじゃなくて組織が残した。その、落ち着け。とにかくサラを見てか、奥さんはシルバーレイクにある野外病院に入院したって記録にある。これによると6時間手術を受けてから移送された。じゃあ助かったんだな。サラは死ななかった？ああ、記録によれば完全に回復したみたいだ。それから彼女はチェモ郊外の別のキャンプに。そうか、じゃあサラは生きてるかもしれない。いや、ずっと生きてたんだ、今も。いや、
どういうことだ。キャンプは壊滅したんだ。誰も生存者はいない。でもお前は生きてる。あいつらだって。聞いてくれ。あのキャンプは守りきれなかった。97号線は完成したんだ。フリーカーで溢れてた。ロサンゼルス湾岸地帯サクラメントから何千ものフリーカーが止める術がなかったんだ。それで逃げたんだろう。誰と逃げた。ネロの職員、連邦捜査官権限を持った。ちょっと待て。ネロの職員って銃を持った奴らだろう。市民を守るのが仕事なはずだよ。フリーカーの大軍を前に何ができるっていうのか。力もスピード。大軍のことならよく知ってる。何もできなかったんだよ。そんなことはない。そのつもりがあればせめて何人かは救えたはずだ。そんな時間も余裕もなかったんだよ。パニックで人間同士が殺し合ってた。もういい。分かってる。奥さんのことは本当に残念だよ。でも分かってくれ。あの時彼女をヘリに乗せてなければ次の朝には死んでた。君は正しかった。もしヘリに一緒に乗ってたとしても何も変わらない。二人とも死んでただけだよ。そんなこと分かってる。オブライアン、あの時助けてくれてありがとな。奥さんは病院で手術を受けて無事に助かったそうです。残念か。それだけか、オブライアン。でも残念でしたね。それで俺はどうすりゃいいんだ。結局助かってはいたんですが、その後キャンプには襲撃を受けて、ネロの職員以外は助からなかったということです。やっぱり助からなかったんですね。なんだ、ブーザー、ブーザー、くそ、ブーザーのやつどこ行っちまったんだ。嘘だろ。さて、ブーザー、一体どこに行ったんだ。ブーツの後、あいつのだな。さて、また今度ブーザーがどっか行っちゃいました。ブザーを探し回りましょう。調べてみるか。一体なんだこりゃ。さてと。フリーカーをスマス。あ、これはリッパーですね。あ、こっちか。リッパーを始末した跡があります。どうやらブーザーはリッパーとまた出会ってしまったみたいですね。ブーザーの腕を焼いたやつです。いる？リッキーだよ。聞こえてる？ああ、リッキー、俺だ。どうした？スキッツォがあんたを探してるよ。ブーザーが来てないって言うし、ちょっと気になってね。そうか、心配すんな。ちょっと用事ができてな。1時間くらいで戻る。わかった。それと、そろそろ戻って変圧器を直そうと思うんだけど、行けそう？ああ、まあ、大丈夫だ。また連絡してくれ。やっとお湯が使えるね。まずはシャワー浴びまくってやる。ああ、まあそりゃいいんじゃないか。ああ、リッキー、もう行かないと。また後でな。ところどころでリッパーの死体と犬の死体が見受けられます。さて、ブーザーはどこへ。建物の中に反応が。
ディグ、こっちだ。ブーザー、何やってんだよ。出かけついでに探し物してたら、リッパが犬を飼ってやがったんだ。大丈夫だ、感染してないんだ。お前は嘘だろ。病気でもねえのに、奴らわけもなく犬を殺してんだぞ。大丈夫だからな。デイク、こいつを置いてくわけにはいかねえ。ああ、それは絶対にできねえ。わかった。それじゃ俺がやる。おめえ、な、そうか。よし、いい子だ。ほら、もう大丈夫だ。よし、ああ、デイク。大丈夫だ。そうだな。もう終わった。眠れ。かわいそうにリッパーは犬を飼ったわけです。いいおーよ、いけるぞ。ちょっとブーザーが切れてますね。何をしている。導きを、負けてんじゃねえか。解放された。解放だ。ブーザー解け。よし、犬を殺された怒りでブーサーがだいぶ、ブーサーちょっと無茶だって。を与えろ。リロードしねえと。もうやってる、もうやってる。早い、あの人ショットガンを。あの手強いね、やっぱり。ああ、やっちまった。おい、大丈夫か。今ので終わりだ。ああ、まだやりたかったか。いや、ただこいつらがムカつくってだけだ。ああ、まあな。とりあえずここをさっさと離れよう。やりますね。で、何があったんだよ。お前完全にその切れちまってたぞ。まあそうだな。なんていうか、どうしても奴らが許せなくてよ。まあでも、あんだけやってもまだ足りねえだろ。ブーザーが切れちまったね。単純にリッパーに対する恨みというのではなく、その今動物がね、犬が殺されるのを見て非常に悔しそうな顔をしていた。もしかしたら犬が好きなのかもしれないですね。かわいそうにって言ってましたし。お前が作ってくれたこの腕のやつ、これがなかったら俺は今頃。くそ、ありがとうよ。大丈夫かよ。ああ、今は落ち込んでる場合じゃねえもんな。よし、行くぞ。よかったですね、ブーザーも無事に自分を取り戻してくれたというかね、元気になってくれたみたいです。まあ前向きになってくれたのか。でも問題はディーコンの方ですね。もしかしたら奥さんが生きてるかもしれないという希望のもとね。え、いや、どうだった。何がだ。分かってんだろ、宇宙服野郎はなんつってた。どうだっていいだろう。おい、ちょっと待てよ。ブーザー、今はやめとけって。後悔するぞ。あ、おめえみてえなキョロいのにビビると思ってんのか。早く吐けよ。やめろって。おい、サラはどうなったんだ。あ、言えよ。黙れっつってんだろ。ほら、もういいだろ。満足か。サラはどうなったんだ、ディグ。死んでたよ、ブーザー。サラは死んでた。とっくの昔に死んでんだ。だからいい加減、自分を責めるのはやめろ。クソったれ、お前。その左服マジで効いたぞ、クソ野郎。それしかできねえからな。ほら、俺は戻らねえと仕事ほっぽったままだ。分かった。
左しか打てねえのに3回連続でおめえをぶちのめしちまったな。ほんと情けねえな。どこ向かってる？いいコンビですねこの2人。キャンプだ。ああ、いや仕事が残ってんだ。そっち向かってくれ。シャーマンズキャンプの北の方だ。ああ、お互いにお互いを支え合ってるってね、こういうね時代だからこそ本当の相棒っていいもんですよね。片方がダメになった時は片方が支えてあげると、ね、それもやり方もね男らしくていいですね。ぶちのめして現実を見せてやるっていうのもね、この二人だからこそのこの信頼関係なのかね。あの時死んだんだろう。やっぱお前にできることは何もなかったってことだろ。そばにいるべきだった。それで何か変わったか？もういい、やめろ。スキッツォいるか？スキッツォ、応答しろ。ああ、どうした？今外で。おい、ブーザーはどこだ？あいつ今日仕事をサボりやがった。いいから黙って聞けよ。あいつを仕事に送る途中で襲われたんだ、リッパーにな。おい、マジかよ。場所は？ローグキャンプの近くだ。マイクに伝えろ、カルロスが来る。もう止められないぞ。俺は警告したぞ、何度もな。ああ、伝えとく。今ブーザーとトゥマルに向かってる。あと数分で着くはずだ。そうか、今日サボった分の仕事もきっちりやってもらうぜ。黙れ、スキッツ。そういや、ローグキャンプってトゥマルの逆方向じゃねえか。景色のいいルートを選んだんだ、あの野郎。たく嫌なやつだね。サボってたことバレちゃったね。まあ、問題はリッパーがこのロストレイクの敷地内にいたことですよね。やはりちょっときな臭いですよね。条約とは一体といったところでしょうか。さあ着きました。おお、お前ら休むなよ。ほら、働かねえと食えねえぞ。分かってるよ。いいな。リーグ、これが収穫できなきゃ。ありがとうな。よしいぜ。はい、というわけでミッション完了でございます。今回は、ブーザーがね、立ち直らせるための、彼を元気づけさせるようなミッションと、サラがね生きてるかどうかというその真実がね分かるミッションでございました。まあ、この先どうなるか分かりませんけども、続きはまた次回にしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。